このテラリウム売ります。突然ですみません、セミの鳴き殻です。詳しい作成風景はこちらの動画を見てほしいんですけど、このテラリウムは沖縄テラリウムとして作って、シュリケマイマイ、南丸安出が暮らすビバリウムです。ですがちょっとシュリケマイマイがうまく育てられずに、ちょっとみんな落としてしまって、はい、現在は南丸安出のみ暮らしているケージとなります。なんで売るかって感じなんですけど、それはケージですね。トップクリエイトさんのアクリルケージ、横20、奥行き20、高さ30を使ってるんですけど、これマジで我が家でちょ浮きすぎていて、ここにね一人だけいるんですけど、たくさんのガラスケージの中にポツンと一人アクリルケージって感じで、かわいそう。なんか一つだけちょっと違うんですよね。あと二つ目の理由は単純にスペース問題がありまして、よって売りに出す、不要品を売りに出すというね、ヤフオク元来の出品となります。不要品とか言っちゃったんですけど、このテラリウム自体はかなりうまくいってるんですよね。ちょっと観察してみましょう。前提としてこのまま 1,2 ヶ月管理したら、多分植物が爆発的にノリに乗りまくると思います。そんな感じの気配がしますね。5月30日に完成した作品なので3ヶ月は管理しています。まず目に入るのはこのセラギネラレインボーファンですね。わんさかと増えております。青色に輝く姿はとてつもなく美しいです。まあ照明によるんですけどね、これは緑になったとしてもかっこいい。そして横のこれガジュマル、とんでもなく育ってテラリウムの天井を覆いかねなかったので一回バツンって剪定したんですけど、この勢いです。本当に生命力を感じられる最高の植物で、植えて正解でしたね。これまたテラリウムを覆ったらここら辺とかで切っちゃえば、またここからね増えるんで、もう長く楽しめます。長くというかもう延々と楽しめるんじゃないかな。そしてこの謎の植物、謎に生えてきたんですけど、めっちゃ可愛い見た目でぐんぐん育ってくれています。上の方にね生えてくれて、普段だったら植えられない箇所に植わっているので結構嬉しいですね。あとこのシダは現状維持って感じですね。めっちゃ可愛いんですけど、まだでかくはなっていません。まあ半年ぐらい経てば急にでかくなるかもしれないんですけど、あと陰で隠れてるけど超調子がいいこのセントポーリアですね。勢いがなかなか凄まじいです。あとは各々枯れたり成長していますが、苔たちですね、見ての通りしっかり環境に定着しているものは定着して、枯れているものはちょっと衰退しているという具合です。はい、こんな感じでね、しっかり環境に適応してテラリウム自体がうまくいっているんですが、売ります、売らせていただきます。もうすでに3ヶ月管理しているテラリウムなので、しっかり水をあげていれば激変して崩壊することは本当にないと思います。経験上ね、惜しいところといえば前面のアクリルが曲がっているところですね。はい、正面から見たら意外と大丈夫なんですけど、よく見たらこうやって隙間ができちゃってたり、こう湾曲してるのが分かりますか。これアクリルなので湿気でこうなっちゃうんですよね。もうさすがにこれ以上湾曲はしないかと思われるんですけど、そこはご了承してほしいなと思います。あとは今は見えないけど、南丸安出がのんきにのんびりと暮らしておりますが、そこは勘弁してあげて欲しいなと思います。まあ、高湿度を好む何かしらを買うのも良しですし、このまま管理してインテリアにするにも良しです。ぜひ買ってあげてください。アクリルケージの点と前面が湾曲している点がマイナス。でも使っているこのシダが少々高い点と3ヶ月管理している点でプラスして、プラマイなどいろいろ加味して18,000円からの出品とさせていただきます。この値段は他のテラリウム完成品を売ってる方のね値段とかも参考にしたんですけど、これが最初の価格とさせていただきます。概要欄からヤフオクのリンクに飛べます。セミの鳴き殻で調べていただいても出ると思います。ぜひとも入札お願いします。他の注意点などは出品説明欄に記載しておきます。まあ、管理方法といえば、今簡単に説明しちゃうと、本当にさっきやったみたいに霧吹きを、まあ毎日から2日に1回とかかな、シューッとやってもらって、あとは観察って感じですね。でやっぱ湿度があるので上面は結露してしまいます。気になる方は拭いて観察してって感じですね。今のところこの半分にラップをかけていて湿度を保っているんですけど、まあ、正直なくても大丈夫かなともうそろそろ思っているので、外して送ろうと思います。しっかり梱包してねお届けできたらなと思います。見てください、これガジュマルの根っこすごいですよね。はい、ということで今回はこのテラリウム売りますという動画でした。ぜひチャンネル登録高評価お願いします。あと入札もご検討お願いします。温かいコメント X のフォローもお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。